こんばんみ。突然インスタライブを始めてみました。やったーやったー、ありがとうございます。バレンタイン配信、バレンタインもらいました？みんなバレンタインあげましたか？いや、なんか義務みたいに言わないで。バレンタインは何もしてないよ。もらいました？みんなチョコレート。あ、でもチョコレートはいた、私はもらいました。だから一個も今日チョコをもらってないよっていう人は私に負けたね。私は一個もらったから。私はもうね、一個ゲットしてるんで、はい、私にもう負けてるよ。ゆきちゃん以外のは捨てます、やめて。バレンタインって何でしたっけ。ねえ、バレンタインって何だろうね。アガスさんこんばんは。チョコまだ届きません。あれ、おかしいな。あ、菅井さんこんばんは。見てくれてる、ありがとうございます。お疲れ様です。今日も練習だったのかな。お疲れ様です皆さん。届いてないか、みんなに。おかしいな。もらったんかい。もらいました、1個もらった。今までどんなものプレゼントしましたか。あ、いい質問ですね。今までのバレンタイン、今までのバレンタインの思い出は、私はでも割と手作りですよね。割とあんまり買ったものあげるっていうよりか、やっぱ作ってたかな。学生の時とかも割とちゃんと作ってましたよ。まあ作るの好きっていうのもねあったからね、作ってたんですけど、実際どうなんだろうね。でもなんかさ、作ってるの食べれない人とか最近いるじゃないですか。なんか人が作ったもの食べれないとか、そのちょっと怖いみたいな。だからなんかそのお互い好意があったらいいですけど、自分も好きで相手も好きでみたいな、なんかもうそれこそさ、両思い同士だったらいいですけど、なんかあれかな、手作りってちょっと怖いみたいな思うのかな。ドギリを2つ買った。あー、でもドギリですよね。ドギリか、私結構まあギリギリかな、ギリだけどドギリじゃないからちょっと勝ってるかもしれないですね。あ、葵くんもやっほー、ケーキ食べました。あ、いいね、ケーキもいいよね。だからこういうなんかチョコじゃなくてケーキでもいいですよね。あ、いろいろとご協力ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。もう皆さんね、アスルクラロ沼津の今ちょっといろいろクラウドファンディングで、私のインスタにも載せたので、ちょっとね今ここでなんか細かく説明するとちょっといろいろ長くなってしまうので、私もちょっといろいろ全然なんか突然始めたインスタライブだったんで、インスタを私のインスタにも載せてあるので、ぜひ見てご協力ください。よろしくお願いします。アスルクラロのね、将来に皆さんつなげていただいてありがとうございますね。ご協力いただいた方は本当にありがとうございます。引き続き応援よろしくお願いします。もうすぐね、3月19日かな、開幕戦。3月からねまた J3 も始まりますね。 J2 はもう始まってるのかな。 J2 今あれだよね、なんかさ違うなんとか杯みたいな、なんかいろいろそれぞれやってるよね。試合はもうはやってますよね。そうなんです。こんばんは、了解です。あ、ありがとうございます。よかったら、はい、よかったらというかね、ぜひご協力お願いします本当に。ここ最近突然が多い。そう、今日はそうバレンタインのなんかなんかそれこそそうなんかあげようかなって思ったんですよ、みんなにね。今日会えないじゃないですか、バレンタインだけど、今年はちょっとイベントとかもないし、何もねなかったんで、そうだから何もなかったから、まあツイッターにあげたのでね、さっき皆さんいいね押してね、いいね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 、
はい、受け取ったよっていう方はいいねとリツイートをしてください。はい、なのでみんなにね今日会えなかったから一応なんかしようって思ったんだけど、すいませんね。そう、それでなんかあの今日ねメイクももうねそのためにこう全部整えたんですよ。整えたんでなんかせっかくだしあれだけで、しかもさ聞いてくれるあのツイッターも見た人はわかると思うんですけど、私の今日のバレンタインのツイート、あのバレンタインのツイートっていうかそんな大層なものじゃないんですけど、本当にあのそんな大層なものあげてないよ、あのハードル上げるわけじゃないんですけど、バレンタインのツイートをねあのして後でちょっと見てください、あのツイートしたんですけど、ほぼねあのこんだあの整えたっていう割にあの全然映ってないから、あんまりあ、すでにいいねもリツイートも済んでる、ありがとうございます、ありがとう、いいねリツイートしてくれた皆さんありがとうございます。はい、全然なんかあんま映ってないよねツイート見た人はわかるかもしれないけど、はい、あ、とりあえず開幕叩きますとか言わないの、まあでもね勝負ですから、勝負の世界ですからね、そうですね、はい、今見つけましたが遅かったですか、いや全然あの後でねあのインスタライブも別にあの今日インスタライブもそんなに長くやろうとは思ってないんですけど、気まぐれで始めたのであの全然この後見てください、ゆっくりツイートの方も、ツイッターまだフォローしてないという方はぜひあのよかったらフォローしていただけたらとても嬉しいです。ほぼ顔でしたねそうでしょ、あのわざわざそう今日あのそのバレンタインだと思ってあの整えたのにあんまりねツイートの方は映ってないという衝撃的な、そうだからもったいないじゃないですか、もったいないからあのインスタライブをしました、せっかくならと思って自らハードル上げて期待しかない、やめて本当にあの別にハードル上げたわけじゃないからね、はい、デコが綺麗ありがとうございます、デコがね、はい、気まぐれ大歓迎、そうでもあの気まぐれでやるとね怒られるから、たまにあのちゃんと告知してくださいってあのインスタライブとか配信やるときはちゃんと告知してください藤木さんってあのいつもね怒られちゃうので、あの告知しなきゃなとは思うんですけど、告知をするって考えるともう事前にねなんかこう明日何時からとかやるじゃないですか、そうなってくるとこういろいろそのためにこう事前準備っていうかそれに合わせてこうねいろいろやったりまあしますよね、そうなりますよね、計画的にこう進めなきゃってなるじゃないですか、そうするとなんかこういつできるかな、こういう気まぐれで、あ、じゃあ今日ちょっと今からやろっかなみたいなのができないとなんかちょっとこうやりづらいというかなんかちょっといついつってなっちゃうんで、たまにはねこういう気まぐれもいいかなとは思うんですけど、気づけないっていう方がねいるので申し訳ないです、そこは。あ、おたかさんこんばんは、おたかさん元気ですか、また東京来た時はランチ行きましょうね、そう告知ないのがよろしい、そうたまにね、そういや怒るってさガチトーンじゃないよ、あのガチトーンで怒られるわけじゃないけど、あの告知してほしかったみたいなね、ちょっと私が話を盛りすぎました、すいません、私がちょっと盛っちゃったけど今、あのそうあの言ってくれたら見れたのにみたいな、気づかなかったよみたいな言われるので、あそうだね、それだったらちゃんと告知しないととは思うんですけど、こんばんは、はい、そんな感じで今日は今日はねちょっと告知してないんですけどすいません、気づいた方はまあラッキーぐらいで、はい、前髪の分け目に住み着きたいありがとうございます、前髪の分け生え際かな、生え際のことかな、ちょっと前髪長いよね、もうだいぶさ長い、なんか画面暗くなったんだけど、なんだろう、なんでわからん、わからん、ゲリラ雪本当ですよ、本当にまたお願いします、来週かな、またよろしくお願いします、もうね今日っていうか朝方雪が降ってたので、そう気づいた、おめでとう、
ラッキーだね。充電、そうだから今日ね、充電突然始めたから充電もそんなねないので、そんなにね長くは、あ、今ツイッターフォローした、ありがとうございます、ありがとうございます。ツイッターもね、よかったら日々更新してるので見てください。さっきのねアスルクララ沼津のあのやつもリツイートとかあのツイートしてるので、そちらからでも見れるのでね、ぜひ。ちょっとインスタの方だとあれかも、分かりづらいかもね、ちょっと他のいろんななんかオフショットとちょっとごちゃごちゃしてるので、ツイッターの方が見やすいかもしれないです、そういうお知らせとかは。ホワイトバレンタインに、ね、なりましたね。そうなんですよね、雪降ってたからちょっと今日ね撮影の方ができなくて。こんばんは、初見です。初見じゃないんじゃないですか初見じゃないのに、本当に初見詐欺が多くて本当に困ります。私は怖いです、毎回ね、下手に始めましてとか言うと、え、わかんないんですか僕のことみたいになるから事故が起きるから、本当に。鎖骨下のほくろ素敵です、ありがとうございます。これね、ありがとうそう、これチャームポイントなんで、一応ほくろ、私のほくろ。あ、そう、奈々子ちゃんも今日ね配信なんかやるって告知してましたね。えらい、ちゃんとね、相沢奈々子ちゃんってあのすごいいい、あの私の、まあ、レースクイーンのねお友達がいるんですけど、めちゃくちゃいい子で、すごいもう死後的な子で、奈々子ちゃんはちゃんと告知してるらしいです。はい、ちゃんとお知らせをして、偉いね私と違って偉いね、本当に。あ、ハロー、I love you, thank you, ハッピーバレンタイン。あ、おやすみなさいませでございまする。あ、ありがとうございます、おやすみなさい。明日も早いのかな、まあ、今日は月曜日なんで週始めなんでね、皆さんまだね、明日まだ始まったばっかですからね。チョコ欲しいです、まだわかんないよ、明日もチャンスがあるかもしれない、まだねわかんないですよ、明日ギリ、明日、今日もしかしたらね雨でとか雪で持ってこれなかったっていう人がいるかもしれない。希望を持とう、だから明日まで待ってみよう、ちょっと。だってやっぱ雨の日とか持ってきたくないもんね、プレゼント。やっぱり私もそうだけど、なんかこう人に渡したりとかプレゼントするときとか雨の日とか絶対なんか嫌だもんね。だからまだ皆さん分かりませんよ、明日あるかもよ、明日まだチョコあるかもしれないよ。あ、ミカチンだ、やっほー、ミカチン、やっほー、元気、私の大好きな相棒の野々宮美香ちゃん見てくれてる起きたら枕元に置いてあるかもしれないそうだよ、そんななんかサンタさんみたいな人いるかわかんないけどそうだ、あ、土屋さんにチョコ、いや土屋さんにねチョコ渡したかったですね、本当に本当に。そうなのよ、作る気満々だったんですけど、本当ですね。もうカレンダーね1月経ちました、もう2月ですよ、2月14日なのでね、バレンタインなんで、本当に週明けからラッキーラッキーラッキー。ケーキ、あ、ケーキ作ったの、みかちん、誰に渡したらいいか迷ってます。あ、野々宮美香さんがあの迷ってるそうなので、あのケーキをもらってくれる方募集します。みかちんの手作りケーキいいな。いや、私はい、立候補、私食べます、持ってきて、みかちん。あ、いくみちゃんこんばんは、ゆきちゃん久しぶり、お久しぶりです、みんな元気かな、会いたいよ。何歳ですか？32歳です、今年33、ゾロ目になります、イエイ、ゾロ目イエイ。ホワイトデー何がいい、うーん、ホワイトデー何がいいかな、ホワイトデーは何がいいだろう、考えとくね、ちょっとね、ほんま週明けから本当に皆さんお疲れ様です。車選び .com いっぱい出てほしいです。あ、ちょうどね今車選び .com 公式さん見てくださってると思うので、まだよろしくお願いします今年もよろしくお願いします。はい、またカフェしに来てね、またカフェしに来て頑張ってね、ありがとう、みかちん、またあの行きたかったカフェ行こうね、二人でねチェックしてたんですけど。あ、ケーキ、はい、どうぞ、ありがとうございます、ケーキ食べたい。
沼津のいなり寿司ありがとうございます。33ですね。平成元年生まれかな。平成元年生まれ、そうだよ、今日14日だよ。今日バレンタインでした。バレンタインだから配信をしております。なんとなく、あ、ホワイトデーお返し何しようかね、考えちゃうよね、そこね。大変ですよね。だから本当にあのバレンタインの日にもうホワイトデーのこと考えるよね。もらってさ、あ、ホワイトデーどうしようってなりますよね。私もなんかもらっといてなんか、あ、どうしようってなっちゃう、いつも。あ、ホワイトデー返さなきゃ、忘れないようにってすぐあのカレンダーのとこにもらった人の名前書いてメモしときます、忘れないようにね。そう、平成元年度ですよ。今今年33の人は元年だと思います。サッカー開幕はね3月19日だと思います。あのアスルはちょっと全体の一番最初、開幕はどこだろう、一番最初、すいません、自分のチームのチェックしかまだしてできておりませんが、3月じゃないかな、3月の J2 とかの方が早いのかな。誰か分かる人教えて。こんばんは。ね、お返しがお返しが大変です。でもその分もらってるってことでしょ。いいじゃないですか、モテモテじゃん。東京でおすすめのチーズケーキ、あ、東京で私大好きなチーズケーキがチーズケーキがあって、ちょっと今日本語おかしかったんですけど、あのね、パリスベイユのねチーズケーキが好きなんですよ。レアの方なんですけど、レアチーズのタイプなんですけど、パリセベイユの自由が丘のねケーキ屋さんなんですけど、もうそこのチーズケーキが大好き。 J1 は今週末、あ、 J1 は今週末も始まるそうです。ちゃんとチェックしとかないとな。そう、今年のおちょこでした。あ、本当にまだもらってない、わかんないよ、明日まで待とうね、みんな。そう、 J1 がもう来週かららしいです。アスルクラロ噛まないのすごい。さすがにもう、さすがにアスルクラロ噛んでたらやばいでしょ。応援 PR 大使としてチーム名噛んでたらやばいと思いますよ。でもアスルクラロ別に言いづらくはないと思うんだけどな。覚えちゃえばっていうか、こう慣れてくれば全然ね、あの、すごくアスルクラロで分けて覚えると覚えやすいですよ。こんばんは、ハッピーバレンタイン、ハッピーバレンタイン。チーズケーキ情報ありがとう。よかったら行ってみてください。まあ別に何の、別に私に何も、あの、告知とかじゃないですよ、全然。その、そう、自由が丘のチーズケーキ食べたい。あ、そう、よかったら、はい。パリセベイユってお店なんですけど、美味しいですよ。そこのがね、大好き。9月27なら覚えてる。さすがですね。さすが、偉い。9月27は何の日でしょう。26日が静岡ダービー。2月かな ?2月、今月、今月の26が。J3 は3月12日からですって、皆さん。J3 の開幕は3月12日から。あ、菅井選手がちゃんと教えてくれました。すいません。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。菅井選手がちゃんと J3 は3月12日から、はい、12、13ですね。アスルは19ですよね、確か。違うのかな、私間違ってる。アスルは確か開幕戦19だった気、次の週だった気がするんですけど、誤情報だった、すいません。あ、よりっちゃん、私もパティスリーパリスベイユが一番好きね。パリスベイ美味しいよね、全部。焼き菓子も美味しいしさ、わかる。美味しいよね。開幕ね、3月12日。あ、アスルが、そっか、アスルが12日ですね。すいません、失礼いたしました。3月19じゃなくて3月12ですね。申し訳ございません。ありがとうございます。皆さんね、教えていただいて。9月27のコメント披露ね。そりゃそうよ。あ、そうだ、ホーム開幕が19日ですね。そうだそうだ。先にアウェーなんですね。
ちゃんとまたお知らせしますね、皆さん。私もちゃんとあのまとめて。なるほど。あ、来たばっか。おやすみなさい。早い。お父さん、ありがとうございます。ありがとうございます。またね。また、タイミングでやるので、よかったら来てください。可愛いから何でも許す。怖いなぁ。それ怖いよね、一番ね。すいません、本当に。あ、4月ね。そうね、スーパー GT も開幕楽しみ。いや、その前にカラーリングが楽しみだよね。もう、カラーリング出てると、APR 出たよね。カラーリング前途はまだかな。前途はまだカラーリングが、今年のカラーリング出てない。めちゃくちゃ楽しみです。そこも。毎年ね、変わるから。でも今年あれですね、au はナンバー1番つけないんですね。ナンバーつけないんだと思って。そう、髪の毛伸びました。髪の毛伸びましたよ。今伸ばしてるんですよ。あ、ダゾーン値上がりが痛い。私もダゾーン入ってますけど、もうなんかあんま値上がりとか気にせずに、もうなんか入ったらもうね、あんま気にしなくなっちゃうね。もう見るし、結局見なきゃだしってなっちゃって、気にしてなかったけど、あれだね、値上がりしてたんですね。それさえももう切らんのかです。まだちょっと伸ばしてます。まだね、切るに至っていないです。でもなんか最近やっぱずっとロングだと結構そのショート欲が湧いてきて、もうね、髪切りたいなって時もあるんですよ。だけど、うん、やっぱまだ気持ち的にはロングかな。ね、スーパー GT も楽しみですね。スポーツ観戦今年もなんか行けるといいけどな。どうだろう、今年は行けるかな、観戦。ちょっとね、いろんな事情というか、いろんなね、こうご時世柄あると思うので、行けるかどうかちょっと分かんないんですけど、行きたい、もう行きたい気持ちはね。もうアスルのなんてもうホーム全部見に行きたいよ、本当は。もう、まあ、アウェーも行ってみたいけどね。いろいろスタグルとかも楽しみたいし、なんかいつも行くと結構スケジュールがね、パンパンで、すごい今日こうスケジュールがバーってあって、でも、試合始まりますってなっちゃうんで、なかなかこうね、そういう屋台っていうか、お店とか、ゆっくりね、ちょっと見れないんですよ、いつも。だからね、ちょっとそこもゆっくりね、見たいんですけどね、本当は。あ、切らん方がええですか？めっちゃ伸びたよ、でも。ちょっとでもさ、今日は恥ずかしいんですけど、ちょっと全然ね、この後ろの方をちょっと巻いてないんですよ。全然ちょっと恥ずかしいからあんま見せないけど、写真あげるからなと思って、ちょっと後ろの方あんま見えないかなと思ってね。後ろはちょっとあんまり巻いてないんで見ないでください。でも、伸びたよ。だいぶ伸びました。はい。そんな感じなんですよね。充電大丈夫かな？なんか充電が気になって私は仕方がないのですが。大丈夫そうかな？あ、なんか今、染谷選手が見に来てくれた気がしたんですが、ちょっと反応ができなかったです。すいません。バレないから大丈夫？こういうのさ、なんか言っちゃうからダメなんだよね、私いつも。バレないのにさ、自分から墓穴を掘るんですよね、こうやって。どんどん。こんばんは。こんばんは。あ、明日朝練で早起きなので寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございます。ちょっとの、でもね、見ていただいてありがとうございます。後ろだけそう、手抜いた。ゆきちゃん可愛すぎる。いや、ごめんね。そして、自分から言ってしまうという。チケットどこで買ってますか？あ、チケットっていうかね、私ね、そう、ちょっといろいろ、スケジュールも入って、お仕事でね、観戦に行かせていただいてるので、チケットは、多分普通にでもネットとかでも今買えるんじゃないのかな？どうでしょう？多分 J リーグってどうやって確かにチケット買うんだろう？ちょっと私も気になる、そこは。普通に自分で顔パスかって言わないで。いや、一応お仕事も、含めて、いろいろね、行かせていただいてるので、すいません。すいません、顔パスで。一応でも応援 PR 大使という
あのね、こともあるので、すいません、本当に。そこは。そう、Bリーグ購入できるのは知ってますが、あ、そういうことじゃなかったらしいです。すいません。車選び .com。あ、ありがとうございます。ぜひね、また、多分、撮影もきっとあると思うので、また、YouTube 上がったら見てください。そう、後ろ髪跳ねてるでしょ。そう、ちょっとね、本当はね、こう、お団子になってるんだよ。お団子になってて、そうなの。あ、沖本くんもこんばんは。ありがとう。団子になってるんだけど、なんかうまくね負けなかったんだよね。だからぴょんぴょん跳ねてるので、あんまり後ろは見せられないです今日は。そんな切れないよ、誰だと思ってるのなんて言わないよ。ありがとうございます、こんばんは。皆さんこんばんは。あれ本当にね、こんな突然始めて、車やべえ楽しい、車選び .com 見てください。 YouTube の方でいろいろ上がってるので、いろんな車が。日本代表戦、あ、日本代表戦、あ、この間さ見たかったんだけど見れてないんだよな。でもね、ダゾーンはアーカイブで見れるので、これがっていうのあったら教えてください。お団子よく見せるべき？いや、見え、なんかね、高さがちょっと足りなくて今日あんま見えないんだよね、多分きっとお団子。ちょっと後ろの方でやりすぎちゃった。あ、まるちゃんもサッカー好き。あ、そうなんだ。まるちゃんもサッカー、そっか。見てるのね。試合もよく見に行ってる。そうなんだ。知らなかった。いや、ぴょんぴょん跳ねるんですか？そう、髪がね、髪がだよ。私がぴょんぴょん跳ねたら、ちょっと今体が重いよ。跳ねれないよ、そんな。そう、見るんだぞ。見るんだぞ。ダゾーンで見ますよ。応援してます。まあ正直代表よりはがクラブの方が熱くなる。まあそれはそうだよね。いろいろね、こう見てきて、そうなんだよね。私もその気持ちはとてもわかります。もうなんかもう毎戦泣いちゃうんだよ、本当に。あ、ななこちゃんインスタライブ。あ、本当？そう、配信ね、やってるってさっきも言ってて、ちゃんとななこちゃんはお知らせもして、偉いな。そう、寂しんぼのためのゲリラライブ。いや、ほんとね、そうだよね。寂しがり屋なのよ、結局。ほんとに。なんならほんとみんな、相手してって感じ。なんなら後ろ向いて配信。嫌だよ、今日ほんとに後ろは見ないで。みんなで一緒に跳ねよう、ちょっとよくわかりませんが。みんなで跳ねようはね、おかしいでしょう。跳ねるわけないでしょう。推しの選手、いや推しの選手はもうみんなだよ。もう漫画とかさ、アニメとかもそうなんだけど、最近いろいろねこう見てるんですけど、アニメとかもなんかね、見てくとどん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 推しが増えてしょうがないですね。もうみんなもそうでしょ。もういろんなさ、今 SNS 見ててさ、それこそこうインスタとか TikTok とかもう見てると、どん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 推しが増えてしょうがなくないですか？もう世の中には可愛い子とか綺麗な人とかいっぱいいるから、切りないでしょ。もうね、見てるとどん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 感情移入もして、もう大変ですよ。推しが多すぎて。本当に。まあね、こう、藤木推し、藤木オンリーで推してくれてる方もいるので、本当にありがたいですけどね。それは本当嬉しいです。ありがとうございます。推し多すぎてそうでしょ、もう切ないっていうか、推しが増えすぎて困ってます。そうでしょ、そろそろ絞った方がいいよ、一人に。もうそろそろね、大変な人は絞ってください。そう、ゆきちゃんしか勝たん、ありがとう。ゆきちゃん一筋、ありがとうございます。もうね、ゆきちゃん一筋の人は残ってください。その他の方はお疲れ様でした、ありがとうございました。本当にね。本当にそうよ。増えちゃってしょうがない。まあね、本当。なんか輝いてる人とかね、可愛い人いっぱいいるもんね。本当、それはしょうがないです。キュン。あ、今来た。こんばんは。こんばんはです。
あ、さやさんもありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。ピエン、ピエン、何にピエンだろう。お疲れ様でした。お疲れ様で追い出されたって。いいんだよ、あの、私一筋だったら別に残って大丈夫ですよ。全然、今280人ぐらいいますけど、私一筋の人は残ればいいだけの話ですから帰んないで。藤木一筋じゃないのか。あ、ちょっと岡野さん困ります、そういうの。ちょっと残ってよ、みんな減らないでよ。あ、増えたよ、290人に増えたよ。なぜか、なぜか増えました。いや、レオタード女ってちょっとよくわかんないです。レオタードそんな着てるイメージないでしょう。こんばんは、美人推し、あー、ありがとうございます。大丈夫かな、ギリ、はい、ギリギリ入れるかな、そこの推しの中には。久しぶりに喋ってるゆきちゃんだ。あ、ほん、久しぶり、本当久しぶりかな。まあでも配信、そっか、オンラインイベントとかはねやってるけど。そうそう、なぜか増えてるのよ。なんでか、なんでかわかんないんですけど増えてるんですよ。あ、名取さんもこんばんは、ありがとうございます。そう、なぜかね、押してもこんなコメント反応する人いないよ。あ、本当？いや、あのね、そう、なぜか増えました。300人になりましたもうね、逃れられないよ、みんな、逃れられない。そう、結局ね、そう、強気出たのに結局寂しがり屋なゆきちゃんに通し、いや、そうなのよね、本当は寂しがり屋さんだからさ。皆さんぜひ相手してくださいよ、本当に。そんな帰るなんて言わないでよ。あ、今日誕生日？おめでとうございます。カブトムシさん、おめでとう。カブトムシさん、冬だけど今、おめでとうございます。ハッピーバースデー。みんな嘘つきだみんななぜか残ってるみんななんでかね、いや、なんでかじゃないよ、なんでかじゃないでしょ。藤木ゆき推しだから残ってくれてるんでしょ。300人が推しです。もう素晴らしい、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。本当にもうとっても嬉しいです。基本かまってちゃんなので、そうだよ、基本かまってちゃんだからさ、こういうインスタライブとか始めちゃうのよ。いや、寂しいバレンタインとか言わないでよ、だからなんで不安なんですか、どういうこと、何に対しての不安なんですか。はじめまして、こんにちは、こんばんは。なぜかね、増えてますけど、312、なぜか、なぜかっていうか、増えてるのはありがたいですが、ありがとうございます。あ、スクショね、スクショタイムもしますから、最後にやりますから、スクショしたい人は最後まで見ててくださいダメだよ、帰っちゃう藤木しか押した時ない。そうだよね、そうでしょ、そりゃそうだよ。だから私のインスタライブわざわざみんな見に来てるんだもんね。そりゃそうですよね。僕のバースデーもライブやって、そしたら結構毎日頻繁にやることになりますけど、大丈夫ですか皆さん。最後朝方になる、そんなやんないよ、そんなにはやんないですけど、はい、スクショタイム待っててください。配信終わるまで寝ません。あ、ありがとうございます、お付き合いありがとうございます。あ、あきちゃんこんばんは、お久しぶり、なかなか会えていないけどありがとうございます。同じ事務所だった後輩ちゃんが黒のレースに、なんかありがとうございます。ちょっとバレンタインだからね、なんとなく、まあバレンタインだから黒のレースって別にイコールになんないかもしれないけど、今日生配信多い。あ、そうなんだ、結構配信してる人多いのか、バレンタインだから、やっぱりバレンタインだからみんな配信してるの。ハマると長い藤木ゆき、何よ、何が長いの、どういうこと、どういうことですか、何が長いのかさっぱり分かりません。私には充電はね大丈夫、充電しながらやってるんですけど、まだね大丈夫。この充電器のね、このランプが消えたらやばいかも。闇落ちはしないでしょ、さすがに闇落ちはしないですよ。ありがとう、あ、藤木ちゃん会いたいです。いやー、ありがとうございます。なんかね、どっかで会えるといいんだけどな、イベントをなんかできたらいいんだけどな
初見報告忘れてました、ありがとうございます。初見さん本当にたまにね初見詐欺の人がいるのでありがとうございます。でもあ、お久しぶりです、覚えててくださって嬉しいです。あ、もちろんだよ、ありがとう、ありがとう。インスタはね見てるのでいつもありがとう。わざわざこれはずっと見てる、本当ずっと見てられます。みんなのコメントがあってのことですよ本当に。私一人じゃ何にもね喋れないから、そんなみんなどんどんね、まあでもコメントしてって言うとまたちょっと拾いきれてない文在で何を言ってるんだお前はってなるかもしれないんであんまり言いませんコメント欲しいけど私が全部完璧に拾いきれてないので、みんなねこうコメントなかなか読まれませんっていう方本当にほぼほぼだと思うんですけど、すいません、ありがとうございます。いつもでもこうねバーってちゃんと目では追ってるからね、目では追ってるけどこう拾ったりとかお返事するとちょっと終わらなくなってしまうのですいません。お家での服装好きです。あ、本当今日特別だよ、こんな可愛い格好してないよ普段はそれは言わなくていいことだと思います。お久しぶりです。あ、スーさんもありがとう。もういい加減充電対策しよう。いや、充電対策っていうか違うんですよ。ちゃんとほら、充電してる、しながらやってます。昔はね、それこそ充電も、こんな充電しながらもやらずに、もう、オープンな感じでやってて、何にもしないでね。それで切れてたんですよ。だから、今はね、だいぶ成長しました。ほら、つなげて、だいぶ成長したと思いませんか皆さん。私充電ちゃんとつなげながら配信をしている、えらいフィットでイベント、あ、そうフィットでね、なんか今年あるかな、イベント夏とかね、もうちょっと落ち着いたらやりたいですね。ありがとうございます、皆さん嬉しいコメントばっかりで。北京飯好きですか。北京飯なんだろう、なんか炊いたご飯とかなんだっけ、それは北京飯じゃないかな。北京飯って何ですか。え、嘘、地震、本当地震ですか、大丈夫みんな新しいの買いなさい、新しいの買いなさいよ。千夜さんとちゃんとご飯行ってますかあ、本当？地震？本当に？揺れてる？私全然今気づかなかったんだけど、みんな大丈夫ですか？本当？喋って私すごいなんか動いてるから気づかなかったのかな？そんなことある？大丈夫ですか？みんな大丈夫？大丈夫、なんかコメント見てると大丈夫そうな気はするんですけど、大丈夫かい。前盛り上がってたのに急になくなってましたもんねそうなの、充電切れでね、だいぶめっちゃいい盛り上がってわーって喋ってたのに急にね。あ、本当？ちょっと揺れてる？大丈夫ですか？気づいてない？あれ？大丈夫ですかね？私も全然今気づかなかった。全然気づかなかったです。地震速報来たけど揺れてない。あれ？まあ。喋って、いやなんかさ、こう、喋って全然こう盛り上がってたから気づかなかったよ。大丈夫ですか？皆さん。こんばんは、ゲリラです。あ、ゲリラなんです、すいません、ゲリラ怒んないで。ツイッターのコメ編リプ編企画ありがとうございました。あ、いえいえ、こちらこそもう本当にたくさんコメントありがとうございます。思ったよりねちょっとコメントが多かったので遅くなってしまったんですが、お返事するのが増えて、そうなんか増えましたね、320人。大丈夫ですか、なんかそれよりも地震らしいんですが今。静岡大丈夫？どの辺だったんだろう？横浜は平気です。
関西も揺れてない。どこだったんだろうね、震源地。気づかなかったよね。私も八王子は大丈夫です。みんな大丈夫。プライバシー、なんかプライベートな、その場所、住所というか場所を言っちゃって大丈夫ですか今それどころじゃないけどね、リアルに。あら大丈夫。でも多分私はね、なんか何も出なかったよ。インスタライブやってるとそういう地震速報とか来ないのかな。あ、後ろの A 揺れてるけど、あ、これはね多分揺れてるのは暖房のせいだと思うんだよね。だから大丈夫、全然ね気づかなかったです。埼玉大丈夫ですが揺れました。なんか揺れたっていう方がいたので大丈夫かしら。栃木は揺れたよ。あ、本当？多分北関東か。北関東の方大丈夫そうですか？もしちょっと危なそうだったら全然すぐにこのインスタライブをやめてすぐに逃げてください。私は大丈夫そうだったので一応続けますが、不安だったらね、不安な人は全然気にせず。千葉県だった。ああそうなんだ。結構なんか近かったね、意外と。だけど全然気づかなかったわ。地震速報出てない。あ、本当に？まさかの。なんかでもみんなと話よかった。みんなと話してたからちょっとだけ安心、安心というか、なんか全く一人じゃないから僕のおならですねえ。勘弁してよ、本当にそういうの勘弁してよ。日本を。埼玉入れてない。あ、なんかみんな意外と大丈夫そうかな。あ、震度2とかだから大丈夫かと。なるほど、なるほどね。よかったです。そんなになんか急にここでさ、インスタライブやっててさ、震度5とか6とか来たらね、どうしようっていうか、すぐ切るけど、もうすぐ切って逃げなきゃいけないけど、震度2だったから良かったです。みんな何もなく無事で。ツイッターでリプありがとうございました。あー、いえいえ、本当にありがとうございます。コメントしてくださった方ありがとうございます。ちゃんとね、みんな返せたかな。ちゃんとみんなに返したつもりではあったんですけどね。こんばんは、こんばんは。なあ、幸せだ。いやいや、もうみんなありがとうね。こんなかまってちゃんを、かまってちゃんをバレンタインの日に、しかもお仕事月曜日で、今日週始めで、仕事も疲れてるだろうに、みんな始め俺が転んだからかなってちゃった。気をつけて転ばないようにね、もう危ないから。地震より後ろ髪気になる。嘘、まああんま揺れなかったからでしょうね。そう、私の髪の方が気になる人はちょっと見ないで、あんまり。本当こんな奥さんなら毎日速攻帰るわ。もう本当そういうことね、みんな最初はそういうこと言うんだよ、本当にみんな。もう本当に怖い怖い、もう信じられない本当ずっとね、その私もずっとこうね、ラブラブがいいよ、できればもうずっとおじいちゃんとかおばあちゃんまで、おじいちゃんおばあちゃんになってもこう手つないだりとかさ、そういうずっとラブラブがいいけど、なかなかねそういう風にはいかないでしょう、どうせどうせとか言うけどそのうちさ、なんか慣れてきてさ、帰ってこなくなったりとかさ、飲みに行ったりとかしてさ、そういう感じでしょ、みんな。帰らないと怒られるから。そうよ、もう早く帰ってあげてくださいよ。そう、信じられないよ、本当に。全く経験談じゃない、経験談っていうか、わかんないけど、なんか冷めてるっていうかさ、そう現実的に考えたらよ、なかなか、だってさ、あんまそういう人いなくない？そんな、ずっと。なんか、もう、例えば、あ、まあでも私の友達結構ね、8年ぐらい付き合ってて結婚した子がいるんですけど、
その子は確かにな、その子たちは、そのカップルはラブラブでしたね。ラブラブっていうか、うん、よいいなって理想のこう憧れのねカップルでしたけど、いや本当に本当ですかね、なかなか信用ができないですけど、いないいないほらいないって言ってるもん、もう本当に、あ、ハッピーバレンタインデイ、ハッピーバレンタイン、飲みに行くのは許してください。いや飲みに行くのはいいんだよ、飲みに行くのはいいんですよ全然。そう未亡人だから、そう本当にもうね、本当ね悲しいわ本当に。そう思ってた方が精神的に楽だと思う。あー悲しいわ本当、そういうのやだわ。ラブラブ愛してるが一番だよ。鬼嫁になれば帰らざるを得ない、なるほどね、脅迫ってことね、オッケー。そういうスタイルね。いや恋愛した、恋愛したいね、恋愛したいよ、ラブラブしたいよね、ラブラブしてるじゃん今、このバレンタイン、バレンタインの日に配信みんな話してこうやって会ってるじゃないの、ラブラブしてるじゃん、いいじゃん、よかったよみんながいてくれて、本当に悲しいバレンタインになるところでしたよ。お互い好きなことする、そうなの、だから好きなことが、だから趣味とかがさ一緒だといいよね、趣味とかが一緒だったらこう楽しめるじゃないですか一緒に。あ、初見ありがとうございます、藤木ゆきです。いつかまたねサーキット会いたいですね、そうねサーキットも行きたい、本当にレースも見に行きたいです、早く。スタイルいいですね、スタイル分かります、スタイル今この段階で分かりますか。大丈夫かな、本当にチョコレートくだされ、チョコレートあげたいけど、その代わりのインスタライブでございます。両親ラブラブ、羨ましい、めっちゃ羨ましいです、それは。あ、趣味富士急行を押すこと間違いないです、最高ありがとう。藤木さんって趣味何、そういえば藤木さんの趣味は、藤木さんの趣味はまあ本当にあれですよ、もうカフェに行くことですよ。ずっと変わらず言ってますけど、本当に趣味って難しいよね、なんかいろいろねやりたいこといっぱいあるんですよね、本当何でもやりたい、何でもやりたいんですけど、なかなか今こうあんまり外も出れないからな、なんだろうね趣味、めちゃくちゃハマる趣味、ダンスとかはね好きでしたけどね、ダンスやってる時はすごい何ももうなんか余計なこと考えずにできてすごい楽しかった。悲しいからインスタライブしてる、そうなんですよ、実は本当に今日はもうバレンタインデー、みんな寂しい人の集まりじゃないんですかここは。違うんですか。ラブラブしてるじゃん、なんかじわれて、なんでなんでじわってるの、なんでよ、ちょっと恥ずかしくなっちゃうからやめてもらっていい、そういうこと言うの。パティシエの勉強しようか、勉強しましたよ、もう2年間しました。あ、髪めっちゃ可愛いと思う、ありがとうございます、今日のためにセットしました。カフェで何頼む、でも定番、喫茶店とかの定番で言ったら私は普通にまあブラックは飲むんですけど、ブラックなんですけどコーヒーは基本的に、なんかチーズケーキか、あとは、あ、でもチーズケーキが多くないですか喫茶店って、なんかそのお店の味とかもなんかいろんなお店で違うし、でもチーズケーキって絶対置いてあるメニューじゃないですか、どこ行ってもなんか定番的なので、だからねチーズケーキ食べますね結構。あとなんかねチーズケーキの中でもレアチーズなのかスフレチーズなのか、こうチーズケーキ種類あるじゃないですか、だからねそれをなんか選ぶのも楽しみというか、結構チーズケーキとコーヒーかな、喫茶店で大体頼むものは。わしがおるやないから、うん、わしがおるやないから、どういう意味だろう、おるやないかってことですか、そうだよ私がいるじゃないか、ゆきちゃんに会えて嬉しいです、ありがとうございます。
こちらこそです。本当にもうみんなこうやってね、もう月曜日から見てくれて、再受験、あら、それはあれですか、ちょっとご時世的にかな、受けれなくてみたいなことですかね。ミスドの定番は、ミスドの定番はオールドファッションとハニーイチロ。ハニーイチロはね、温めて食べてほしいです。本当にあのお店で温めて食べてます？皆さんミスドで行くと温めてもらえますよ。あ、これ温めてくださいって言うとね、やってくれるんで、絶対にハニーチュロは温めて食べた方がいいと思います。チーズケーキ固めのやつが好き。あー、じゃああれだね、レアチーズ系かな。レアチーズ美味しいよね。モッツァレラチーズも好きだけどもまあチーズケーキではないよね。今日のインスタのケーキうまそうで、あ、そう、あれもね、すごい結構でも大きかったよ。美味しい、味は美味しいんだけど、結構ボリュームがあるから、後半ちょっとね、あの、コーヒーはブラックにしといた方がいいです。そう、ちょっと味変っていうかね、途中で変えられるようにした方がいいと思います。あ、スフレプリン美味しいよね。わかります。そう、結構コンビニのスイーツもね、食べちゃうんですよね。ダメだよね、なんかもう本当に新しいのとかさ、期間限定とか出るとついつい買ってしまう、気になってでも味が想像つくやつはあんまり買わないですね。これこんなだろうなって自分がなんか思うやつはあんまり買わないけど、なんか味が想像できないやつとか、うん、これはなんかその時の気分とかで、あ、これ絶対美味しいよなっていうのを結構買いがちというか、やっぱね、失敗したくないので。そう、温められるのよ。そう、ぜひ温めて食べてください。あ、フレンチクルーラーもね、美味しいよね。ミスド、そう、ミスド大好き。私も沼寿司好きです。ありがとうございます。大好き、もうそれだけで大好きミスドで温める、そうなんですよ、温められるんですよ。言えばお店で、あ、テイクアウトは無理ですよ。テイクアウトは多分やっても意味ないと思うけど、そうだね、ちっちゃくなった気がする、ミスドね。そうだね、多分今いろんな、なんかケーキ屋さんとかもそうだけど、やっぱり材料費が上がるとこうね、ちっちゃくなっちゃいますよね。なかなか。レアチーズも好きですよ。ケーキは全般、甘いものは全部好きです、基本的に。そうね、ベイクドもいいけどね、わかる。ただベイクドとかレアチーズはちょっと重たい、やっぱ重たいから結構気分によるかもしれない。あんまり今日重たいのいけるかなっていう時は、どっちかっていうと軽めなやつとか、他のケーキとか、マスフレとかだったら行くかな。密度がねあるからね。スフレパンケーキ、あー、パンケーキもね、めっちゃもういろんなとこでありますからね、本当に。そうですね、期間限定に弱い、そうなんですよ、本当に。そうなんですよね、甘いものには目がない。まあもともとね、パティシエで自分も作ってた身なんですけど、やっぱり甘いものは好きですね。どうしても食べちゃう、そこはやめられない。フレンチクルーラー多いですね、結構。私は断然オールドファッションとハニーチュロなんですけど、あ、ドゥーブルフロマージュもね、人気ですよね。わかるわ、美味しいもんな。最近結構あのケーキもね、ネットとかで注文しても自宅までっていう買える時代ですからね。そういう、なんかケーキってケーキ屋さんでこう行って直接買わないと、やっぱ生菓子だし、生クリームとか生ものなのでっていうイメージがあったんですけど、今ね、もう全然ネットで買えるもんね、頼めるもんね、普通に。ああ、そうなんだ、糖質制限ですか、スイーツダメなのか。なんで肩出してるの、肩見たくないですか、みんなみんなが見たいと思って出してるんですけど、じゃあしまいますね。ちょっと別に好きで出してるわけじゃないんで。
藤木ゆきには目がない。あ、本当？本当ですか？何でも何でもいいの本当に。あ、オールド、そう、オールドファッション美味しいよね。もうなんか一周回ってって感じ。なんか期間限定のやつも食べるけど、もちろんチョコとかいろいろ出たら、抹茶とかねいろいろ出るから食べるんですけど、結局オールドファッションかなみたいになっちゃうね。一押しチーズケーキ、チーズケーキももちろん、そうだから全般好き、も甘いもの全部好き。あ、今日沼津通りました。本当ですか？よかったらね、なんかこうちょっと寄れたらいいんですけどね。こういうの見たことなかったんで、ライブいいですね。あ、ありがとうございます。まあ私のライブがはどうか分かりませんけどいいと言ってくれるなら。あ、なっちゃんが見に来てくれてる。今日も可愛い。なっちゃん、やっほー、お疲れ様。なっちゃんも全然会えてないから会いたいわ、本当に。両肩出してください。A 肩見たいでしょ？ほら、こういう人がもう、そうね。肩ファンサービスだったらそうだよ。はい。じゃあ、まあね、見たいっていう人が一人でもいたら私はやりますよ。はい。めちゃくちゃ単純。肩肩肩。いや、浮気邪魔です。これが良くない？でも。なんかさ、こう、例えばさ、こう全部出して、とかだとちょっと近くない？わかります？私が言いたいこと。これだからいいのよ。ここのなんか絶対領域的なやつあるじゃないですか。これがいいと思うんだけどな、私は。そんなことはないですか？そう、なっちゃん来てくれました。こんばんは。引きの感じはこんな感じですよ。特にもうこれ以上引けない今日ここにソファーがあるから。そうなんですよね。鎖骨のくぼみに住所変更したい新しいな。どうぞ、住所変更どうぞ。ここね。でも本当ここね、マッサージするといいんだよね。めっちゃもう肩こりがひどすぎてさ、本当に肩こり直し方教えてほしい。マジでひどいから。本当ちょい出しの方、そうだよ、この領域が一番多分いいと思うんですよね。私はね、まあみんなそれぞれ好みがあるかもしれないですけど、こうもう全部出してほしいっていう人もいるかもしれないけど、こうそう肩こりが本当にひどすぎて。そうなんですよ、オフショル感ね。そう、オフショル感大事ですよね、やっぱね閉じてください閉じてくださいとか言わないでくださいよ。悲しいじゃないですか。ちょっとね、見たいっていう方がちょっといたので、肩も見ます。ありがとうございます。もうほんと揉んでほしい。ほくろみっけ、ほくろみっけ、ほくろね、ここのほくろね。肩が密になるな。そうだね、結構あの住所変更したい方が多そうなので、すいません。そう、肩こ、そう本当にだから毎朝さ、メイクする前とかにこうやってさ、ここの肩のこうマッサージをさするんですよ、一応。ほぐれませんって言われて行ってたんですけど、最近全然行けてないから。そうなんですよね、だからストレッチしなきゃ、肩こりが。そう、鎖骨ね、鎖骨も大事ですからね。こうここあれですよね、だからいろんななんか線が通ってるから、みんなもね朝起きたらちょっとこうマッサージして、マッサージとこういう風に流れをね、血流を良くして過ごしてください。ぜひ。あ、髪の毛ぐわっと上に引っ張って、あ、ここね、あとここ
もいいって言いますよね。ここグーって。皆さん、はい、みんな気をつけてね。本当にお風呂でね、そうお風呂でマッサージすると、私もいつもお風呂ちゃんと使ってくださいね。今寒いからもちゃんとお風呂に浸からないと、シャワーだけだともう寒くて寝れない。そういつもいろんな話題の話するから最初何話したか忘れる。そうなのよね、意外となんか、あ、今日何話してたかなってなるよね。確かに今日最初、一番最初でも今日はバレンタインだから、あの最初はバレンタインのこと話してましたよね皆さん。そうストレートネック、あそうだからスマホだよね原因は。そうなんですよ、原因はそこなんで、あんまり見すぎるのもねよろしくないということで、今日のお題はバレンタインです。バレンタインの思い出、バレンタインの思い出なんだろうな。まあ最初ちょっと話してたけどね、最初ちょっと話してましたけども、バレンタインね、手作りでねやってましたね。いやでもね結構勇気いるのよ本当に渡すの。なんかバレンタインだから渡しやすいっていうのもあるんですけど、もちろんなんかその日はね言いやすいみたいな空気感はあるんですけど、でもねやっぱり緊張するし、なんかさもうちょっとみたいな、なんかこう呼び出した時点でさもうわかるじゃないですか。男性諸君はこうちょっとさ女子からえちょっといいとか、なんかちょっとさ放課後時間あるとかさ、もう言われたらあチョコだって思うでしょ。だってもうあもらえ、もうこれもらえたわってなるでしょ。あもう告白かなみたいな、それがさなんか嫌だっていうか、なんかもうその時点でさバレてるのがちょっと恥ずかしいよね。だからさ渡し方のコツとしては、コツっていうか別にそんなあの大層なことをしてきたわけじゃないけど、なんかもう帰り際に言うしかないよね。もう帰り際になんか呼んでとか、もうそれですぐ渡してとかしかなくないですか。じゃないとだって一日さ朝とかお昼ぐらいとかに先にそういう風に言っちゃったらさバレちゃうじゃん。でさなんか男子は男子で勝手に盛り上がるじゃないですか。俺ちょっとなんとかじゃんに呼ばれたんだよねみたいな、だから絶対にそういう話をしてるじゃないですか男子の中でも。だから恥ずかしいよ本当に。そんな思い出ないですか皆さん。いや学生の時はねもちろん渡してましたよ、ちゃんと手作りで作ってって。めちゃくちゃ緊張するのよ。トークがバレンタインといえば、確かにね、今までちょっとマッサージの話とかしてたからね、だいぶ遠かったですけど。そうなのよ。あ、バレンタインソングね。バレンタインキスね。そう、いや、校舎裏でボコられた思い出とかもうヤンキーじゃん、それ。やめてよ。ヤンキーキャラやめてよ、そこで。いやー、なんでよ、なんでみんなそんなボコられる思い出いっぱいなの。あ、テレパスでテレパシーで本当呼ばれた気がする。行ってくるわ葵くん。本当断るっていうかさ、でもなんかそうテンション上がるでしょ、やっぱりテンション上がるけどさ、でももらった男子めっちゃ喜んでるやついたな。袖をつんつんで言われるだけ。
いいね、それかわいいね。うわー、やられたいわー。かわいい女子にそんなことされたいわー。こうやって、ちょっと、みたいな。こうツンツンって。やられたいわー。藤木さんに呼ばれるイコール、しばかれるっておかしいよ。なんでよ。なんでそんななんかヤンキーキャラみたいになってんの、私。みんなのイメージそうなんですか？やめてください。あの、初見の人もいるんでね。勘違いしちゃうから。初見の方が。あ、お疲れ様です。お疲れ様。あ、お疲れ様。つかさくもね。いや、焼肉ね、食べ行きたいな。焼肉食べたいよ。いや、ギャルはヤンキーなの？ギャルはヤンキーじゃないよ。違うでしょうが。ボコられたいってもう願望じゃん。今どこいると？今どこいると？なんかそういう方言も可愛いよね。告白でね。藤木さん、右肩出てますよ。出してんの。みんなのために出してるの。今日は。あと1時間で誕生日。お、おめでとう。あと1時間で。ってことは11時ですか、今。今11時かな。いや、ヤンキーじゃないのよ、もう。もう次コメントでヤンキーネタ来たら切りますからね。いや、そう、バレンタインエピソードね。そうね、だから、緊張するのよ、女子の方は。ヤンキーでも今が素敵なので大丈夫です。そういうことじゃないのよ、私が言ってるのは。やめてください。本当に。そうね、そう、ド M の集会所になる藤木さん枠。やめて、本当に。本当にド M が多くて困るわ。もう、切っちゃうからね、そんなこと言ってたら。もう今日はスクショタイムもしないで切るからね、このまま。突然。知らないから。そんなことをみんなで言ってて。そう、そう、無駄にそわそわし、みんなね。そう、みんな、そわそわしだすよね。でもさ、何にもなかった時が悲しいよね、それ。なんか今日、俺誰からも声かけられなかったみたいな。でもさ、あの、エピソードっていうよりかは、あれってこうなんか、ギリチョコとかもあるじゃないですか、やっぱり。なんか友達普段仲良くて、なんかいっぱい作ったから、友達、友チョコみたいな、あげるみたいな、そういうノリも多分あると思うんですけど、そういう時ってこう勘違いしちゃうのかな、やっぱり、男子は。どうなんだろうね。なんかどこまで渡せばいいんだろうって、それは悩みますよね。勘違いされたらちょっと嫌だなとか、なんかそういうのないですか？皆さん。どうなんだろうね。ギリって言われた時のさ、その、どうなんだろう。なんか、あげていいのかどうなのかっていうのは、ちょっと謎よね。ギリチョコは迷惑？ギリチョコ迷惑なの？本当に？あ、突然切れるのはみんな慣れてるから大丈夫？それはそれで悲しいな。突然切らないで。突然切っちゃうからね。もうそんなことばっかり言ってるから。今日何もなかったピエンってなる？ピエンってなるよね、やっぱりね。何もないと。あ、勘違いある？やっぱそうなんだ。勘違いあるんだ。え、バレンタイン、え、学生の時ラブホだったの？どういう話？いきなりなんかぶっこんできた人いるんだけど。どういうこと？ラブホに行くってこと？なんかハードル高いな。藤木由紀あげる人がギリ曲がり問題。いやいや、もう私はもう本命しかあげないですよ。本命だけですから、本当に。そうよ。ね、ギリチョコはおっさんになるほど嬉しい。あ、そうなんですか？そうなの？みんな、ギリチョコっていうか、もらえることが嬉しいってことなのかな、もう。今日誰とも喋ってね、寂しいってなるよね。そうだよね、なんか絶対そうなるなって思う。なんかこっちもさ、あんまり、むやみにっていうか、なんかバレンタインの日ってみんなそわそわ、お互いそわそわしてるからさ、なんかあんまむやみに喋らなくなる。っていうかさ、下手に喋ると勘違いされそうじゃないですか、ちょっと。あ、全ての恋は勘違いから？あ、すごいね、なんか深いね。深いな、それは。
そうか、勘違いから始まるのか恋は。なるほどね。ちょっと深すぎて今頭抱えました私は。あ、岩沢さんこんばんは、ありがとうございます。いや、まあバレンタイン関係なくチョコ好き。まあね、今いろんなね、いろんなの売ってるからね、チョコレートもね、美味しいやつね、普通に買っちゃうよね。そう、ギリならギリって言って。でもなんかギリ、でもまあ言うか、勘違いされたくない場合は、これギリチョコだからねって言うよね、女子も。こうやって渡す方もさ、勘違いされたくないからやっぱさ、これギリチョコだから、本命じゃないからねみたいな、多分言うと思うんだけどな。言わないで渡すとだって本命になっちゃうじゃないですか。それかこうみんな一瞬こうよく、なんか学生の時ってグループでいるじゃないですか、みんなまとまって、そういうグループの時になんかこうみんなに渡すみたいな。あ、ななかちゃんも見てくれてる。ふくちゃんが、やっほー、ふくちゃんお久しぶり。あ、本命はラブレターとか添えてあったりする。あー、確かにね。ラブレター書いたことないんだけど。ちょっとやだ、楽しくなってきたじゃん。そっか、ラブレターをつければよかったのか。ちょっとラブレター書かなかったな。だってなんかバレンタインの日はさ、もうチョコ渡したらイコールみたいなとこあるじゃないですか、若干。本命だったらその人しか渡してなかったら、もうなんかそれでイコール好きですみたいな感じだと思ってたから。そうか、手紙もちゃんとね、気持ちを書かないとダメなんですね。伝わらないかな、かなか。あ、福ちゃんありがとう、こんばんは。ありがとう。そっか、別で内緒でもらったこと何回かあるよね。嬉しいじゃんそれは。ドキドキしちゃうね。別でなんか他の子がもらっててさ、なんで俺だけないんだろうみたいなこと、そういうこと。やだ、ラブレターキュンとしたよね。キュンとしたよね。手紙嬉しいよね。そうなのよね。あ、勘違いするやつはどんなでもするからな。そっか、そういうことね。ラブレターね、いいよね。絶対もらうと嬉しい。そうだよね。なんか、こう、手書きって嬉しいよね。今、LINE とかなのかな？今の子はみんな、あんまりお手紙とか書かな、そうな気は、勝手なイメージですけど、するけど。ね、メールとか LINE とか？かなぁ。いや、私どっかでこれ言ったかもしれない。でも300人も見てるから今言うのちょっと悩んだんだけど、なんかメールで振られたことがあって、しかも私がなんか風邪の日に振られたんですよね。めちゃくちゃ悲しかったな。急に突然の告白で申し訳ないんですけど、イベントの時も一回話したかもしれないけど、急に悲しい思い出が今ふわふわと。あの頃に戻りたいね。ちょっとさ、いいよね、学生いいよね、いいよね。勘違いさせてほしい、本当に。手紙ね、そう、手紙は欲しいよね。いや、書けばよかったな。私なんかあれ、チョコ渡してもう満足してたな。いや、そう、振られたことぐらいあるよ。あるでしょそりゃ。あの藤木さんがって、どの藤木さん、本当にもうお前一回校舎裏来いよって話ですよ、本当に。本当に悲しかったわ。まあそんなこともありますよね。謝んないで、藤木ごめんなさいで、謝んないでよ、本当にね。もうどんなやつよ、プンプンですよ本当に。突然すぎて高低差で頭痛くなった。嘘、大丈夫？大丈夫ですか？あ、彩香先輩が見てくれてる。ありがとうございます。こんばんは。ゆきちゃんに勘違いさせられたい。勘違いさせられたい。いや、勘違いさせな、どうなんだろうね。勘違いさせられないと思うよ。そんな腕前はないと思うよ、私に。そこまで、なんかそう、あざといとかないもん、本当に。わかんないもん。あ、福ちゃん呼ばれてる。福ちゃんが呼ばれてるぞ。
体幹裏ではないのがポイントか。そうだね。藤木強そう、本当。藤木ちゃんに校舎裏呼ばれたら本当にもう呼び出しよ。本当にね。俺もされてみたいって嫌でしょ、実際呼ばれたら。女子から呼ばれたら嫌じゃない。いや、転がされたいとかそんなことできないですよ、私は。そんなね、デコ綺麗なヤンキーだから。ヤンキーじゃないんだけどね、おでこね。ちょろいからすぐ勘違いする。本当？勘違いするんですか、すぐそんな。嘘、片見せはあざといの？でもさ、さっきあんだけ説明した時点でもうあざとくなくない？あざといっていうのは多分私の想像ね、私の予想だと、なんか例えばさっきコメントで、あの、なんで肩出してるんですかみたいなコメントもそもそも多分拾わないと思うんだよね、あざとい人は。多分そんなコメントには反応しないと思うよ。で、まあ反応したところしたとしてもね、反応します、じゃあ、あのコメント丁寧にね読んでて、え、肩、あ、ちょっと出てました、ちょっとしまいますねみたいな、そういう感じなんじゃない？あざとくない、あざといのが分かんない人だから、あんなみんな好きでしょとか言わなくない？だってあざとい人って多分言わないと思うよ。そういうんじゃないと思うよ。そんなね、技はないですよ、私に。持ち合わせてないんで。夢を見たい、夢をね。夢は見させてあげたい気持ちはありますけど。 FMIH ありがとうございます、聞いててくださって。本当に安城電機さんのね、本当に時にありがとうございます。もう多分2、3年前ぐらいかな。ありがとう。いや、なっちゃんはね、可愛いからいいのよもう可愛いは正義だからいいんですよ。なっちゃんでもあざとい、あざといっていうか、なんだろう、なっちゃんは結構体育会系だと私は思ってるんだけどね。あ、魚住さんもこんばんは、ありがとうございます、こんばんは確かに技はない。そうでしょ、なかなかね、難しいんですよ、そんなあざといなんて。そう、あざとい人は肩出してるなとか言わない言わないでしょ。そうでしょ、だからね、全然あざとくないんですよ、私は。羨ましいけどね、そういうなんか自然にできる人はね、羨ましいですけども。まあね、いろんな人がいるということで、ほら、こういう人がいない